TBS ラジオライムスタータムのウィークのシャッフル、ここからは1時間の特集コーナー、サタデーナイトラボ。今夜お送りするのはこの企画です。映画ダバナシリーズ単行本トラウマ映画館発売記念、町山智博の素晴らしきトラウマ映画の世界。はい、どうもよろしくお願いします。はい、いらっしゃいませ。町山です。はい、ちょっとなんか、町山智博さんね、ちょっともう最初に紹介してしまいますが、はい、映画評論家、町山智博さんです。はい、どうもよろしくお願いします。来日期間中、ものすごく忙しかったみたいで、ってことですよね。そうなんです。この、ちょっと声が枯れちゃって。声が出なくなっちゃって。これ、でも町山さんあれですよ、はい、あんまりこれ、僕も前ポリープの手術してたんですが、はい、この状態で無理続けると本当やばいですから、ちょっと休めた方がいいです。ピエール滝君にも言われたんですよ。はい。休まないと。だって誰だか分かんないですもんね。誰だか分かんない声。この前もあれですよね、川越で、あれですよね、はい、なんか、トゥルーグリッドのディスカッションみたいなやられてた。非常に真面目なやつ。全然下ネタなしでやりました。はい、下ネタ炸裂の回もいろいろあったようですよね。先週の花見からの。花見とか。まあ、すごい大変。もう大盛り上がりだったらしいって、ちょっと行きたかったんですけど、ちょっと行けなかったんですけど、花見から。花見だけでも来てくれよ、分かって。ね、ちょっとね。すごい、はい、後からその評判聞いてすごい後悔したんですけど、あと、そこからのゴーストリームというね、ブブカのユーストリーム放送の大暴れっぷりなども、はい。あれはね、花見の最中、お酒をみんなこう持ってきてくれて、はい、次々とついでくれるから。そうですよね。それを全部飲んでたらよくわからなくなりました。こうやって飲んではいろんな人のトラウマ映画質問に答えみたいな、そういうあれだったんですか、サイクルだったんですか。なんか途中からよくわからなくなりました。じゃあもう生放送の時点ではかなりもう記憶ない感じなんですか、ね、記憶ない感じなんですよ。伝説になってますよ。もう最高でしたけどね。あれですか、結論が女最低ってどういう結論だよっていう。どう言ってんの。ものすごい暴論で終わったっていう。そうなの。最高でしたけどね。でなそれ最高でしたけど、はい、ということで、はい、新刊のトラウマ映画館、はい、ということで拝読しました、はい、素晴らしかったです、はい、この後ですね、ちょっといろんな怪獣たちというかですね、はい、サブカル怪獣たちが、はい、ここに来て、すごいメンバーだよ、すごいメンバーが揃って、これなら飲み会のメンバーなんだけど、飲み会のメンバーそのまま来てる、ね、だから多分この後カオス状態になるの目に見えてるんじゃないですか。最初にちょっとちゃんとした話を、はい、本の話を最初にしときましょうということで、はい、トラウマ映画館、先月25日に単行本トラウマ映画館が、はい、集英社より税込み1260円で、はい、これ今すごい手に入りづらくなってるみたいですね。あ、おかげさまでベストセラーになってます、ね、いやだってめちゃくちゃやっぱ面白いですね、はい、はい、もう書ずり分はもうほとんど完売です、うん、はい、このアプローチの映画本って今までありそうでないっていうか、全なかったですよね。そうですね、ないですね。なんかさ、みんなが、はい、覚えてないギリの線のなんかそのとこを狙ってるみたいな。そう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 。具体的にちょっとトラウマ映画、ちょっとその声の状態で町山さんにお話しさせるの心苦しいんですけどトラウマ映画っていうの定義を改めて、はい、町山さんにしていただくとしたら、いや、これはだから子供の頃にまず見て、はい、そのすごい嫌な気持ちになったんだけれども、はい、それだけは忘れられないのに、うん、その後その映画自体をこう見ることがなかなかできなくて、はい、その映画の正体が分からなくなってる状態、はいはい、何だったんだあの映像はとか、そう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 、はい、だから傷だけ残ってて心に、はい、でそれはもうその人格形成にその非常に大きな影響を与えてるんだけれども、うん、はい、でもその後確認すると結構トラウマって癒えちゃうんですよ、おう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 、実際は、はいはいはい、あこんなもんだったのかとか、そうそう、こんなもんだったの、うんうんうん、大したもんじゃないじゃないかって消えちゃうんだけど、はい、こうその後見れないとずっと残るじゃないですか、うん、はいはいはい、そういったものだけを集めて、はい、しかも世間的に有名なものはもう全部排除して、うん、はい、で現在そのごめんなさい、現在そのもうほとんどビデオ自体が、はい、入手不能のものを、うん、中止にしていったと。そうですよね、はい、その辺のね、その入手不能な、はい、作品ばかりなのにどうやって書いたかっていうのに関しては今後 の、 はい、映画標本の、はい、あれでもすごい詳しく書いてあって、はい、すごく勉強になったんですけど、はいはい、僕もね、できる限りのね、はい、結構手に入れて頑張ってみたりしたんですよ、はい、これに乗ってるの、はい、前に前回番組に来ていただいた時にマンディンゴの話したじゃないですか。あ、マンディンゴ、はいはいはい、フライシャーの、はいはいはい、最近日本でも DVD、はい、そう出たんですよ、ちゃんと日本語字幕入ったやつが、はい、で改めて向こう版のなんか DVD はさっき見てたんで、はい、ちゃんとセリフでちゃんと理解できる状態で見て、はいはいはい、もう本当に不愉快なすごい映画でしょ本当に不愉快な映画でした。すごい映画でしょ、はい、あれを荻正弘の解説付きで家族で見たんですよ、うん、あ、そうそう、重要なのってやっぱトラマこのドラマ映画に出てくる映画って、はい、やっぱテレビでやってたことって結構大きいってことですよね。全部テレビでやってるんですよ、うん、テレビだとその要は自己的に出会っちゃうってことですよね。そうそうそう、だからまあ夜の洋画劇場は基本的に全部見てたんで、はい、家族で、うんうん、だから選んでないですから、はい、もう町山さんはこう見ながら結構子供に明らかに難しい映画も多いじゃないですか、はいはい、それでも、はい、面白くねえなと思いながらもとりあえず見てたってことなんですか。だって他に見やることないし、やることないからで家族みんなでこういるわけじゃないですか、はいはいはい、ご飯食べた後、
結構親と見るの気まずい、当然映画とかもありますよね。めちゃくちゃ気まずいですよ。そういうのめちゃくちゃ気まずい。めちゃくちゃ。それも含めてトラウマっていう。うちのおふくろって東京の人だったけど、いわゆる関西のおかんに近い人だから、はいはい、うん、こう余計なこと言ってイラッとさせる。見ながら。そう。はい。だからこう、おっぱいとか出てくると、ああ、おっぱいだね、とか、余計なこと、余計なこと、すごく気まずいから黙っててくれればそれ通り過ぎるもんなのに。お母様的にはでもちょっと紛らわそうとしてるんじゃないですか。そう、多分なんかその、なんていうか緊張した雰囲気を紛らわそうとしてるんだけど、けれども、はい、なんかね、余計気まずくなっちゃう。白人と黒人が抱き合ってるね、裸でと。それ画面見りゃ分かんない。見なくていいよっていうことをね、余計気まずさが増す。すごい気まずい。それ俺なんて言ったらいいのっていうね。でもそういうので蓄積されたのがこうなってくる。だからそういう意味では今あんまりトラウマ映画を見る体験が逆にできなくなってんじゃないのかな。テレビで放送できないですよ、ここで。そうですよね。出てるようなね。テレビで、ほら、映画をやること、わけわかんない映画をやること自体があんまないし。ないですね。まあ、午後のロードショーは頑張ってると思いますけど。はいはいはい。ラジーショー特集とか言ってね。なかなかやんないと思うけど。あ、すごいですね。偉いことやってると思う。まあ、東京、テレビ東京の人は、はい、映画秘宝の読者ですから。ああ、そういうことなんですか。企画やってる人はそういう人なんで。はい。だから、そのラジーショー特集とか言って、要するにあんまり良くないって分かっててさ、やるとことかすげえなって思ってみました。はいはいはい。そう。それで、まあ、トラウマ映画なので僕もちょっとまあフェーズねこれとかはあの、はい、これも昆虫軍団は東京純チャンネルの木曜洋画劇場で初めて放送したソウルバスの監督作とか、はい、まあこれは見てたりとかして、はい、あとこれも先日昆虫パニック昆虫パニックタイトルで、はい、テレ東らしい、はい、あと妖精たちの森、ね、なのでこの手のねエロ映画っていうのは、はい、エロ映画って言ったらエロ、まあ、エロいですよ。これはマーロンブランドがむちゃむちゃ裸が出るやつはもう圧倒的に荻正弘の時間帯なんですよ。荻、はい、先生が月曜ロードショーなんですよ。大人のやっぱ映画のチョイスをしてるってことなんですかね。いやこれはだから水曜ロードショーの水野さんと、はい、あの日曜洋画劇場の、 あの淀川さんとあの土曜洋画劇場 の、 あの増田貴道さんは男女の恋愛に興味がなかったっていうまあそうですよね、一番の原因なんですおっぱいが出てきても別にどんなことはないよっていう、全然興味がないからエロくないわねなんつってそう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 なっちゃうからそう、まあ、淀川さんとかもだからそれこそジャッキー・チェン、シュワルツェネッガーね、はい、あのスタローンっていうあのなぜか上半身裸になる人の映画しかあの、はい、放送しないですから、はいはいはい、あのそれで水野さんはあのでっぷり太った親父があの制服着てるバンバン打つ映画しかそれ以外の映画もやってますけどねやっても多分興味ないんだからほとんど、まあ、じゃあそういうチョイスで言うと荻先生が荻先生になっちゃうんですよ。男女の荻先生が高島忠夫金曜ロードショーの方に行っちゃうんですね。男のね裸といえばこう裸のジャングルって、ね、はいはいはい、扱えてましたけど、これすごいですよ、はい、この裸のジャングルね、はい、僕これあの、はい、あれですよ、町山さんが最初に、はい、あのアポカリプトってね、僕がすごい大好きな映画の指摘をこうされてる時に、はいはい、クソっつって、はい、また町山さんがアポカリプトの悪口を言ってるよと思って、はい、裸のジャングル見てねえやつがアポカリプトとか言ってんじゃねえよって、うん、で見たんですよ。でも、はい、でも俺それでもやっぱアポカリプト用語は全然変わんないですけどね。あのこれはいい映画でした。すごい。裸のジャングルはむちゃくちゃいい映画でした。いい映画だけど、うん、展開もすごく似てるっていうか参考にしてるの間違いないでしょ。もろですよ。ただ結果として、はい、うん、全然違うテイストの映画になってる。全然違う。からでその僕はやっぱサンプリング映画としてのアポカリプトっていうところを評価してるから、そのすごい密度でどっかで見たような場面ばっかりなんだけど、うんうんうん、それをすごい密度で、うん、やっぱ今のスピード感というか今の演出力でやると全然違う見た目の映画になるってことを証明してるところが僕、うん、あの評価してるところなので、はい、なので僕はでもねこの一番重要なのは、はい、アポカリプトと、まあ、まあほとんど同じなんだけどラストだから根本的に裸のジャングル違うんだけども、はい、うん、これプレデター2なんですよ。あ、はい、あのね、認めてやるってことだよね。そう、あのずっと敵対してためちゃくちゃ投げる。だから、はい、だからもういわゆる番長同士の土手の川から、まあ、だから殴り合いですから、それは男と男の殴り合いでとことん殴ったらなかなかいいパンチだったぜっていう、ね、認めてやろうじゃないかってね。俺とお前もこれで親友だぜっていうのは、はい、そのね、ここのね、アフリカの原住民の人と白人の間でもあるし、文化を超えてもあるよと、プレデターの宇宙のなんか12万光年先のなんとか星雲から来た人と、はい、あのダニグローバーの間でもあるというね、はいはい、まあそういうハリスの風的なね、それはだからテーマが私わかりますよ。素晴らしい素晴らしい素晴らしいけど、それ、はい、町山さんがよりそっちが好みだってことじゃないですか。いやもう俺はだからアメリカとかそういうこといろんな外国行っても、はい、もうそういう戦い散々してきましたよ俺は。ん、戦い戦い、はい、バカ映画、バカ映画どれだけ知ってるかって、はいはいはい、もうお互いもうブラックゲスタポがとかもうボーディングハウスがってこう戦いやると戦いやるとあ戦いやるとお前もなかなかやるじゃねえかと、そう、もう相手がもう黒人だろうがもうそのメキシカンだろうが、はいはい、いやお前あの映画知ってんのか、ブラックゲスタポのあのカンフーシーン最高だぜって感じですよもう全然今までそんな映画のそのシーンのこと言ってね、はいはい、パッと切り返してきたのは、はいはいはい、お前だけだよ。ああ、
もう熱き友情ですよ。熱き友情ですよ。ね、たまらない。今までそんな友情なかったから、みんな寂しい人たちですよ。そっかそっか。お互い孤独な魂がそこでね。孤独な魂がね、うん、そのバカ映画で繋がるわけですよ。はいはいはい、全然関係ねえな。全然裸のジャングルと関係ねえ。そんな映画かな、これって、ね。全然関係ないんですか、はい。いや、でも全然知らない映画だったし、はい、すごく、はいはい、勉強になったか、素晴らしい映画を教えてもらって、それも素晴らしかったし、いえいえ、はいはい、もちろん、著書も。やっぱこれ、普通見れない映画をこう、はい、文章でこう表現して、はい、ちゃんと見たくもなるし、はい、っていうところでやっぱすげえなと、これね、改めてビデオね、はい、アメリカ版も出てないっていう、うん、全世界でどこでも出てないビデオとかがあるんですよ、はいはいはい、この映画ね、例えばこれだとどれですか、これね、ロリマドンナ戦争っていう映画 は、はいはいはい、もう一切存在しないです。これとかすごい読んでるとむちゃくちゃ、名前はなんか聞いたことあったんだけど、そうそうそう、はい、ロリマドンナって聞くとなんかもう、うん、すごい V マドンナな感じ、 V マドンナ大戦争、 V マドンナな感じがするでしょ、中村源氏ね、え、はい、全部夢でしたってやつですよ、はいはいはい、言わない、ね、町山さんはね、時々落ちかそれ、落ちか、時々で大問題な時がある、あ、それ落ちか、ものすごい問題ある時ありますから、はい、まあいいんだけどね、まあ今、はい、それで迷惑する人あんまりいないからいいけど、はいはい、 V マドンナから V マドンナのタイトルは多分ロリマドンナが元なんですよ、なんですね、V マドンナよりロリマドンナ、すげえマドンナの上にロリついてるよ、すげえじゃん、そういう話じゃないんだよね、と思う、全然関係ない映画なんですよ、ロリでマドンナってそういう話じゃない、そういう映画だと思ったらとんでもないんですけど、もっとエグい話だっていう、そうそうそう、で、はい、まあこれはアメリカのど田舎のアパラチアっていうところに住んでるヒルビリーって人たちが、うん、その家族同士で殺し合う映画なんですけども、これはねビデオが一切存在しない、なんでですかそれって、これ版権の問題らしいんですよ、単純に内容じゃなくて単純に、うんうんうん、でただね、あまりにも手に入らないから、はい、アメリカのネットにはいっぱいその、ロリマドンナ戦争 の、 ビデオを売りますっていう裏ビデオの情報がいっぱい流れてる、その映像っていうのは例えばテレビ放映した時にテレビ放映したものみたい、録画してあるとか、うん、はいはい、で、持ち山さんどうやって確認したんですか、僕ね3回ぐらい騙された、あ、ロリマドンナありますありますってありますって、お金を送ってはい、はい、そのもう何も届かないっていうなんとかの、裏ビデオありますみたいなの、そうそう、昔のさエロ本に載ってたさお好きな写真とかさ、よくなんかヘッタクソな絵のさ、なんかこんな四角い広告でさ、はいはい、ね、スモートリの写真入ってるとか、そう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 、そういうのに引っかかるように、そうそうそう、懐かしい詐欺でしたね、はいはいはい、あ、でも何回目かにちゃんとしたのに出会ったってことなんですか、そうそう、4回目か3回目ですね、はいはい、3回目にやっと本物が届いて、めちゃくちゃ感動しましたけど、だからものすごくお金使ってますね、なるほど、それ本物手に入るまで、はい、すごい労力かかっても読むからに分かりますし、素晴らしい本なので、はい、今ちょっと手に入りにくいようですが、ぜひトラウマ映画館、収益者より税込み1260円、はい、ドカンと増刷して、はい、書釣りよりももっとでかい部数増刷しました、映画の見方が分かる本とかもね、はい、あ、増刷かかりました、はい、あれもう10年目ぐらいなんですよ、あ、そうですか、はいはい、うん、だからもう、もう必須本ですけどね、でしょ、はい、でしょでしょって、これ元気なくしてる、声がガンガンぐらい元気なくして、はい、ということでトラウマ映画館ぜひぜひ読んでいただきたいんですが、はい、ここから先は、ね、はい、野獣たちがね、はい、サブカル野獣たちをですね、読み込みつつ、はい、リスナーの皆さんからもですね、トラウマ映画、はい、皆さんからのトラウマ映画の、はい、話なんかも募ってますので、はい、そのちらのあたりもちょっと町山さんにお話しまた、はい、歌丸くんのトラウマ映画も聞いていいんですか、あ、はい、はい、まあ、今この話先にしちゃってもいいですよね、あとでもいいです、あとでもいいです、今でもどこも話します、いや、ね、はい、俺結構調べちゃうから分かっちゃってるでもいいですか、もうガキの時も、ガキの時調べられないでしょ、いや、大人になってほらインターネットあるから調べちゃう、例えば親子のネズミが出てくる映画で、うん、アニメで、で、なんか外国の映画っぽかったんだけど、はいはい、みたいな感じで、親子ネズミアニメってやったら出てきちゃったんですよ。親子ネズミの不思議な冒険っていうサンリオが逆輸入した海外映画。まあ別にこれトラウマってわけじゃないんだけど、はい、あれなんだったっけみたいな、結構調べられちゃった、うん。トラウマ映画だったら見ててチンチンがいきなり立っちゃったとか、そういうやつだよ。えそういうやつないの、ま、それを思い出すと逆にチンチンが立たなくなるっていうのがいいですよ。はい、本当に嫌なのは、やっぱ、はい、まあ、これもベタだけど、はい、震える下です、あ、震える下、ね、野村吉太郎、震える下、まあ、本当王道ですよね、なんでかっていうと、はい、これなんでトラウマかっていうと、ね、僕見れてないんですまだ、あ、本当にね、っていうのはたまたまテレビで、要するにあれだけは見る前と、僕すごい危機察知能力が高いから、例えばテレビでエクソシストやる日は、はいはい、お母さん今日はね6チャンネル絶対回さないでねと、番宣でも見たくないから、お前避けてんだもんそう、ね、いや、それで危機察知能力が高いわけですよ、はい、でその震える下っていう非常に感じの悪い映画が今度やるらしいぞと、はいはい、その当然行くやしませんよそんなのね、はい、でもたまたまテレビでやってる時にその番宣で、そのさ、女の子が川辺ですごいソフトフォーカスでこう遊んでる、そこに渡瀬恒彦のお父さんが、なんとかさん、やめなさいみたいなことを怒鳴って、もう渡瀬恒彦の声も怖いし、俺それ見て、
これは震える下だと。あ、分かった。分かっちゃって、もうすぐパって変えたんだけど、そのソフトフォーカスで女の子が水辺で遊んでて、なんとかちゃんやめなさいが、もう、それでもう焼き付いちゃって。何も怒ってないじゃん、まだ。いや、でも震える下って感じ悪いのは分かってますから、超感じ悪い。で、俺、未だにあれ、もう輸入版 DVD とかでは売ってますけど、手に入りますけど、未だに見れないんですよ。俺、今、震える下を見ることを考えると、吐き気がしてくるぐらい。当時、テレビコマーシャルで、いきなり女の子が舌を歯に挟んでブチュラって血が出るっていう、僕今ねえずきました一瞬そんぐらい、じゃ本気でトラウマですよ。だから本当にやっぱね、親とこの絆が揺らぐような話がものすごい嫌だったんですよ、はい、じゃあ鬼畜は鬼畜、あでもああいう犯罪系じゃなくて、あ、うん、あのすすむちゃん大ショックとかザ・チャイルドでもいいんですけど、あ、その、うん、あと赤ちゃん系も嫌でしたね、悪魔の赤ちゃんとか、そう、なんかその、あ、じゃあバッド、アンディ・ウォーホルのバッド、あ、それ見てないです。あれコマーシャルを当時ルックルックこんにちはとかの時間帯にやったんですよ。はいはい、あのルックルックこんにちはで、あのなんか結婚祭かなんかにあった、あの女の人が司会やったところに岸辺四郎の前の、でルックルックこんにちは次はとか言うといきなりあの お母さんが赤ちゃんがギャーギャー泣くからうるさいからって、はい、あの高層マンションの窓からポンと落とすと、はいはいはい、下歩いてる女の人がその血を浴びてギャーって言って、そんなとこ見せるのベーっとって、はいはい、もう朝っぱらやってましたよコマーシャルで。だからもうそういうのほら子供はさ嫌じゃん、親との絆が揺らぐのが、子供サイドにしろ親サイドにしても、だそういう変な赤ちゃんが生まれてなんかおっぱい噛みちぎっちゃったみたいなさ、悪魔の赤ちゃんとか、そう超嫌なわけですよ、その流れでもう、はい、なんとかちゃんやめなさいって、あのソフトフォーカスの女の子、もうだから川辺に女の子遊んでる絵面でもう、はいはいはい、うーってなりますもん俺。なんかさ、か川辺で ちっちゃい生き物とかちょこちょこいじってる、あの女の子が怖いんですよとかで、まあ具体的に破傷風にかかっちゃうだけ。ひどい話ですよね。ひどい。破傷風をエクソシスト呼ばわりはひどいですよね、だって。そう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 。うん、あれ単に破傷風にかかるだけなんですよ。そういう話ですよね。で、痙攣して、はい、悪魔付きのようになるっていう。なるっていう。エクソシストブームに便乗にも便乗して、仕方にもちょっとやり方があるだろうっていう、ね。ね、でもあの監督は野村監督だから、はいはい、あの監督全部そういう感じなんだよ他の映画もちょっとかい、ね、怪奇テイストがね、どころから鬼畜もそうですからね、鬼畜、はい、全然見直してないから、そのありましたっけ、そういう怪奇テイストって、鬼畜だったらほら、要するに、まあ、尾形健扮する気の弱い、はいはい、印刷所で働いてる男がいて、うん、でそれがあっちこっちで気が弱いくせに愛人を作って、それを妊娠させて子供を作ると、うんうん、その子供を連れてきて、はい、で置いてっちゃうんですよその愛人が、はいはい、すると、その預かったそのお母さんがなんでこんなもん育てなきゃいけないのって殺そうとするんだよ、はい、その階段が当たるみたいな口調で、鬼畜はさすがに寝てると、だからこう濡れたなんか塵紙だか布だか子供の鼻と口の上にかぶせたりするんで、めちゃくちゃ怖いよねえ、いやですね、いや、 やっぱね70年代はそういう嫌がらせ描写多かった気がしますね、多かったですよ、でもそれが日常的にね、はい、あのだから木枯らし紋次郎のこんにゃく描写っていうのもすごかったんですけど、木枯らし紋次郎のこんにゃく描写はどういうんですか、木枯らし紋次郎ってこんにゃく食べれないんですよ、あ、はいはいはい、で木枯らし文字ってもうめちゃくちゃ強い、うんうん、要するにまあ人形の男なんですけど、はいはい、こんにゃくだけはちょっと飯屋に行ってこんにゃくが出ると、はいはい、中村の安藤さんが町山さんの顔が凄まじすぎですよ、もうそれがトラウマになりましたよ今ラジオだから全然いやいや最高でしたけどね、はい、でどうしてだろうって振り返ると、うん、すごく貧しい農家で生まれて、はい、で子供の間引きをやってたと、はいはい、で赤ん坊の顔の上にそのこんにゃくを乗っけて窒息させるというのがあるから、そう、その要するに回想シーンが出てくるんですよ、紋次郎の、あ、さあさあ見せなくてもね、これ見子供の頃見たよセリフで嫌ね、分かりそうなものをね、俺とか家夫婦仲悪くてさ、俺とか、 かあのかお母さんに連れられて心中とか連れてかれたことあるからさ死のうかとか言われたそうだよ、ね、ことが俺あるもんだってそれなんないですよ、もう生々しく迫って生々しくてもうねそういうものはトラウマだよ、はい、本当にお互いのトラウマっぷりを自慢みたいな、そういうのもありってことですね。そう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 、はい、じゃあ後ほどちょっとリスナーの皆さんからも、はい、募集しつつ、じゃあちょっとあの、はい、怪獣たちを呼びたいと思いますので、はい、一旦 CM 行きたいと思います、はい、TBS ラジオライムスターたまるのウィークエンドシャッフル、今夜は町山智博の素晴らしきトラウマ映画の世界として、映画評論家の町山智博さんとともにトラウマ映画について語っております、はいはい、あのトラウマ映画館、はい、タマフルブックフェア、あの紀ノ国屋書店のタマフルブックフェアも取り扱い中なので、そこだとひょっとしたらブックフェラでも、はい、あ、取れました、手に取りやすいかもしれません、はい、ブックフェラ、あのなんでこの人たちが揃うと急にそういう通りで
おかしいでしょ。ではここで、ゲストの怪獣の皆さんをご紹介いたしましょう。町山さんがツイッター上で勝手に呼びかけて困りますよ町山さん。正式なオファー受けてないですよ。勝手に呼びかけて集まったこの方たちです。まずプロインタビュアーの吉田剛さん。はいどうも、はい、吉田です。そして、この番組ではおなじみ映像コレクターのコンバットレックさん。どうもこんばんは。そして映画批評アートディレクターにして映画冷たい熱帯魚で共同脚本を手掛けた高橋よしきさん。どうもこんばんは。はいということで、いやいやいやこれはもう完全にただの、誰かのうちのような、ただのゴーストリームですよね。ねえ、ブブカユーストリームの続きがね、あの皆さん、あの墓場飲み会の、あの墓花火の続き、ちょっとコンバットレクト、はいね、あのよしさんも緊急参戦ということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずはちょっと、あの混乱カオス状態になる前に、ちゃんとした話を、はい、それぞれのカオス、あのトラウマ映画を伺っていこうと思うんですけど、はい、じゃあまず吉さん、僕、はい、僕あの父親の空手2とかじゃないの。意外とやっぱその辺大人になってから見たんですよ。あ、そうなんだ。当時じゃなくて、だとすると中学時代に女優の裸目当てで見たらひどかったみたいなのがいくつかあって、はい、あのさやのいる投資図。あああれだって石井隆脚本じゃないのかな、うん、あそうだっけ、はい、たまにさやの裸が見れると思ったら、はいはい、なんかド変態芸のあの一風のさあの人がさ土山さんに、土山さんがあの、うん、ほら熱湯を股間に、うん、うわあげるっていう、うん、でそう最後がね、うん、最後の味、後味の悪さ半端じゃないですよ。奈良が達郎がカメラマンで、ビニボンカメラマン。よく考えてすごいメンバーだよね。うん、もそうだし、あと牛蜜の村です。やっぱそれも田中美佐子の裸目当てで見たら、なんだこれっていう。あれはショットガンをこう口に返させる、うん、あたり。あれだって成人してじゃなかった？そう。いやでも夜テレビでやってましたよ。あれ牛光成人してだったですよ。ああでもそんな気もしますね。いやでも夜中テレビで僕見てましたよ。あ本当に、ね、気がする。あじゃあカットビデオで見たことしかわかんないけど、でも大体中学時代のそういうやつですね、うん、牛光の村屋ですね、うん、また役者の古谷さんだっけ、ね、今見るとさらにね、さらにリアルでさ本当に死んじゃった人もね、全然シャレなんないんだよねあの映画ね、はいはいはい、といったあたり、はい、じゃあ、はい、レックかな。あ僕はね、まあちょっと年代別にいくつかあるんですけど、はい、一番最初はやっぱりゴジラ対ヘドラ。ああ、もうゴジラ対ヘドラもうドラウマ映画の基本中の基本、まあ。まあ、バッドトリップ映像っていうのを生まれて初めて見た、はい、子供の時に見た。リアルタイムで見たんですか？いや、僕はね、あの、近所の公民館でゴジラ映画ばっかりを上映していて、でそれで、もうゴジラといえば、ね、はいあのもう、もう人間の味方になり下がった、飼い犬みたいな状態だった。ゴジラ、ゴジラなんですけど、安心してね、みんなで見に行ってたんですけど、見に行ったらもうあのね、悪夢のような映像が。で、あの、テレビの特撮とかでも、当時サイケデリックって基本的にその悪夢の表現としてよく使われてたんですけど、だからあの、レインボーマンの9話のたけしを狂わせろとかも、あの、レインボーマンが、ねね、これ放送禁止なんだっけ、はい、いや、言葉に言葉に言葉に。レインボーマンが、はい、あの、なんか、LSD みたいなの飲まされて、はい、おかしなことになり、はい、まあ、パパはい、あんまり内容に触れても危ないのかな。あと、あとサンダーマスクのあれとかね、はいはいはい、あの、シンナーマンが出てくる。はいはい、タイトル言うと多分、はい、シンナーマン最高ですね。タイトルで、まあ、そういうサイケデリックなもんっていうのは基本的にその子供には恐怖を植え付ける材料だったんですけど、ゴジラのヘドラはそれが一番完成度が高くて、途中に入るアニメとか、もう怖いし、あと途中なんだ、ゴーゴーバーで、あの、魚人間みたいなのがいっぱい出てくるし。柴としおが、そうそうそう。あの、薬でラリって、その、魚になった人間たちを見る。人間が出てきてとかも、すべてが怖くて、まあで、ね、内容も今、一番タイムリーすぎてね、ちょっとね。タイムリーすぎるよね。ね、今ね。だって歌詞の中に、あの、ストロンチウムとか出てきますからね。ちょっとね、恐ろしいっていうの。歌がね、あるんだ。歌長いね。あと、同じくゴジラ映画でトラウマになってるのが、ゴジラ対キングコングっていうのが結構トラウマで、あの最初キングコング対ゴジラ、はい、結構、はいはい、結構明るい内容じゃないですか。いやそのどっちも大スターじゃないですか、うんうんうん、でもうワクワクしてみたら決着が、はい、決着が両者リングアウトって、はいはいはい、その普段プロレスでいつももや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 してたのに映画でも両輪って映画なんだから勝ち負けつくだろうと思ってみたら映画で両者リングアウトっていうの生まれて初めて見て、これもだよ、うん、あ
れは子供心にこれは何か大人の事情があると思ってあのマジンガー Z とかの対決も戦わないみたいな感じでしょ。で大人になってから両者リングアウトっていうのはどちらのファンタジーも守る夢のある解決方法だって思えるようになったのは二十歳過ぎてからなので、やっぱ子供心に両者リングアウトを映画でも見せられたのはすごいショックで、あれで熱海城キングコングとゴジラがお互いに戦えばいいのに、なぜか全然関係ない熱海城を二人で破壊するシーンがあるじゃないですか、あれってあのビッグバンベイダーと、うん、あのハンセンが戦った時に互いに戦えないでさ、うん、客を攻撃してたと同じだよねあれ。あ全くプロレスコースが持ち込まれてる、ね、決着をつけられない事情があるのと、ね、子供心もそうそう、しょうがないから客にやっちゃったりするという非常に危険なっていうのもトラウマっておかしなトラウマだよ。いやハヌマンとかハヌマンとかハヌマンとか別にそんなハヌマンでも結構残虐描写がボンボン飛んでさ、あの意外と僕ハヌマンじゃない、ウルトラウルトラあの、ね、残酷表現は僕大丈夫で、あれ子供をさ殺すとこもすごいじゃない最初に、あのね意外と僕らって子供の頃からまあ言えばそれもトラウマなんですけど、はい、僕ら子供の70年代ってあのパニック映画がすごい世界的に作られてたんで、はいはいはい、パニック映画いっぱい見せられてたっていうのと、はいはいはい、あとショック映画ブームっていうね、はいはい、もあったんで、はい、ね、はい、あとショックドキュメンタリーがするんで、はいはい、80年代ショックドキュメンタリーになってくるんですけど、ね、それで割といっぱい見てるんで、まあ、トラウマといえばトラウマなんですけど、残酷体制はうち父親が前も言ったんですけど、ヤコペッティ大好きだったそんな親じゃな残酷の体制はあるんですけど、うん、残酷の体制で初めて聞いたぞ言葉。あと小学校高学年になって性の目覚めが始まった時のトラウマっていうのが、うん、あの戦国自衛隊、うん、ああ、小野美幸ってこと？いや、じゃなくて、男同士ってあるんだっていうのそれが吸い込まれたらしいだろ。え、それはどっちか。トラウマかけ、かけトラウマ。いいこと悪いもの。千葉ちゃんと、いいのか悪いのか、いまだにもやもやしたまま。あれは町山さんだけは、だってうっとりですよ、うっとりだよ。いや、でもやっぱ、っね、あれ、小6か小6で僕見て、え、男同士ってあるのって想像もしてなかったんで。いいんだって。あれはそれまで割と、あの、梶原先生の漫画とかも好きだし、極真空手軍団とかも大好きで、それとそこがリンクする。いや、なんか、ホモソーシャルな世界に憧れちゃうんだけど、あれ、ホモセクシャルじゃねこの映画。ホモセクシャル、千葉ちゃんね。ソーシャル超えてセクシャルいっちゃった。ホモセクシャルじゃねえかって、あ、表裏一体なんだなっていう、その、表裏っていうか、てか、モロじゃんみたいな。だって、まずあの、最初の方で、二人で語り合う、あの、ふんどしで、二人が、あの、海辺で語り合うし、デートシーンありますよ。なんで、現代から言った千葉ちゃんがふんどしなのかっていう。おかしいね。で、あの、千葉ちゃんのほんのしだけね、細い紐みたいなやつなんですよ。うん、で、ケツの形がもう、はっきりわかる。はっきりわかる。うん、で、夏焼さんの方のふんどしが、うんはい、あれね、もうぴったりさせすぎて。そんなディテール覚えてねえよ。表現する。夏焼さんのね、祈祷の形がはっきりわかる。やめなさい。それはいいの、ラッキーなの。なんだろう。それはね、トラウマなの。で、祈祷の形も。で、二人とも体にベビーオイル塗ってテカテカしてるんですよ。すごいテカテカしてんの。なんこの二人は、ふんどしで海辺で何をしてるんだろうっていうのが、すごい子供心に引っかかってるんで、うん、後半に二人のデートシーンがあるの、うん、馬に乗ってスローモーションでデビッド・ハミルトン撮影みたいな。まさに、そうそうそう。ちょっとフォーカスな。で、よく見るとあれ途中で、装備をポンポンって捨てた後、二人の衣装がチェンジしてるんですよね。はい、入れ替えてるんですよ。ほうほう夏柳勲が自衛隊の衣装を着て、千葉ちゃんが夏柳の衣装を着て、はい、で、やりとやりがクロスしてる意味深なシーンが、インサートされたりとか、やりがこうなってるんですよ。シーンが、やりがこうなってる。やり同士が交わってる。交わってたり、波がザバーンって来たり、いろんなメタファーが入ってる。波がザバーンはね、わかりやすいけど。なんだこの映画と思って。ドキドキした。それからジャックが大好きになって。いや、ジャックはその前から好きだったんですけどね。まあ、ジャック映画として見に行ったら、なんかすごいもん見せられた。ジャック映画大抵見に行くと、何これっていう、すごいものを見せられるんですよ。基本的な。だからもう、伊賀のカバマルとかもね、うん、あの、あれ、真田広之があの、ね、はいはい、化粧してね。化粧して、美少年で、うん、で、どっかの高校でさ、うん、この高校は、あの、名門高校ですよとか言うんだけど、屋上かなんかで、うん、名門高校って言ってんだけど、
すぐ横に、あの、そう、すぐ横にさ、なんかネオンが立っててさ、ネオントルコって書いてあった。トルコ風呂の横にメモ広告ねえよ、お前っていうさ、あれ鈴木のるりんで。そう、鈴木そくぶろさんですね。はいはい、まあまあ、そんな感じで。あの、メイキングがね、伊賀のカバ丸は、メイキング映像もトラウマ映像ですよね、あれ。あれね、あの、それはね、あ、孝太郎まかり取るのね。孝太郎まかり取るのね。あの、千葉ちゃんが黒崎ひかるの乳首を舐めるシーン。なんで映画じゃないんだよ。映画じゃない。映画じゃない。映画じゃない。あの、じゃれてるね。原作者の蛭田先生が、あの、じゃれるシーンがですよ、黒崎ひかると。あの、おかまの役かなんかで。で、やっぱ、漫画家なんで、ちょっと恥ずかしがってできなかったら、千葉ちゃんが、演技指導か。演技指導やるぞっつって、こうやるんだっつって、乳首ベロベロって。で、キャッ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 こうスカートまくられただけで武田久美子はキャンヤーっていうとこがね今考えるととんでもないものだよねとんでもないものだ久美子なのに武田久美子なのにねホタテ貝股間にバーンだもんねその後ね起きてさんから武田久美子が出たね、まあ、あとはゴーちゃんとかもそうだと思うんですけど中学の頃になるとイデオンとかねイデオン初めはやっぱり、ね、やっぱりやっぱりあれはアニメトラウマあるね、それまでザンボットとかでなんか変なことやる人だっていうのは知ってたの、はい、富野ショー富野ね、はい、こんなことまでやるのかなっていうのがびっくりしました、うん、最後全員全裸、はいねえ、発動編ね。まあ、火の鳥未来編読んだ時みたいな終末感とかも含めね。うん、なんか、まあ一応ハッピーエンドといえばハッピーエンドなんでしょうけどね。でも4歳ぐらいの子が頭吹き飛ばされてるんですよ ね、はいはい。めちゃくちゃだもんね。もうショッキング。あと僕ね、これはもう個人的な話なんですけど、スター・ウォーズ、ジェダイの復讐っていうのが僕の中では、え？すごいトラウマで。おい、なんで？あの、これはもう全然内容の話じゃなくて、うん、僕の中で、映画、中3だったんですけど、はい、映画館で映画を見るっていうのはすごく楽しい行為だと思ってたんですよ。そうじゃないことが何か。絶対に、絶対に面白くない映画なんかないと思ってたし、テレビで見る映画はたまにつまんないのもあるけど、映画館で厳選していく映画は絶対面白いに決まってるし、一番好きなスターウォーズだしと思っていったら、ね、まず世界で一番美人だと思ってたレイヤー姫がブスだってことで気づいた時点でもないよ。もともとそれはあれでしょうだね。いやでもお姫様って言ったら綺麗だと思うんですね。でその頃になるともうね、あのソフィー・マルソーもいれば、ね、ソフィー・マルソーもいろんな可愛いのいるからね。ナスタシャ・キンスキーとかもシビー、いろんな女優を知ってきて、フィビー・ケイツもいるしね。そう、フィビー・ケイツもいたし、おっぱいまで見えてるし、こいつブスなんじゃないまず気づいたりとか、でちょっと嫌な気持ちになったらそいつのなんか振りました、やりにあたってボバフェットが死んだりとか。ボバフェットがドテンと怒ってさ、最強だと思ったら。最初に食べられて死んじゃうとか。振りましたやりは、あの、ハンソロが見えないままこうやって、うってやったらドンってやることですね。で、何より、どんなにすごいフォースバトルが起きるんだと思ってたら、持ち上げて穴に落とすだけ。俺でもこんなジジイ殺せるよと思って。だからね、ジェダイの復讐に関しては、俺はね、そんなことは分かっている。そんなことは分かっているよって言うなって言う。なんだこの映画と思ったら最後、イオークが踊って終わりでしょ。もうね、イオークの悪い。あれだけ強大なさ、銀河帝国がさ、あんなクマちゃんダンス、クマちゃんダンスに、クマちゃんにやられちゃうって。ちょっと待ってください。これ、クマちゃんの悪口言うとね、ヨシキさんがマジ怒り出しました。クマちゃん大好きなの？イオーク大好き。マジですか？いい映画じゃないですか。なんでそんなみんなイオーク嫌いなんですか。だってイオークにね、あの銀河帝国がイオークに滅ぼされていいの。いやいや、あれはだから黒澤明が考えた、あの黒澤明じゃない、ジョージ・ルーカスが黒澤明の真似しようと思って、でも百姓っぽい人出すのもどうかと思ったの、宇宙ストーリーで踏み込むね。いろいろ考えて、やっぱここはちょっと可愛げのあるものにしとけば原始的な種族ということにして、だからそうそう、だからなんか変な石斧で、あの、スカウトウォーカーの足ガンガン殴ったり、途中で死んだりして、ちょっと気の毒だったらするでしょ、あ、100回見てれば好きになりますよ。一度に遠いよ。銀河帝国ってさ、あのジェダイの騎士たちが負けたんだよ、銀河帝国に。それでヨークが銀河帝国に勝ったって、ジェダイの騎士たちはヨークより弱いの。まあ、だから当時だと思いますよ。当時スターログ史上とかでももうみんな、いや、あれはヨークに弱い、まあ、より弱いよ、ね、だからフォース持ってるんだろ、それ。らしい。ヨークは。おかしいよ。こんだけね、こんだけフォースで引っ張ってきて、フォース関係ないんですよ、一つも。フォース関係ない。フォース関係ない。皇帝は持ち上げて投げる。あれは近寄れないの。すげえフォースがないと近寄ることもできないの。ヨークフォース使えないよ。ヨークフォースが何もねえし。ヨークフォースが使えないよ。だから油断したんだよ。だから油断したんでしょ。いや、だから、世代の復讐の話はもういい。もういい。はい。トラウマ映画、トラウマ映画。まあまあそんな感じです、僕のトラウマ。はい。おかしなトラウマいっぱいあったけどな。じゃあちょっとヨシキさん、ちょっとこの空気の中で。いやいや、本当にウォークはね、いいと思いますけど、これからもね。
機会があることにイボクの良さについて話していきたいと思います。イボクの良さについて良さについて、あのいや今ちょっとお話聞いてて、あの結構僕はあのなんだろう、割と洋画派だったんで、うんはいはい、すごいあの今話してもあの世界観というか、うん、育ってきた環境っていうかね、見てるものが違うんで、うん、あれだなっていうのはあの後から僕も見たりしてますけど、うん、でもねそれでも邦画的なことで言えば、例えば子供の時に怖かったのはやっぱ日本沈没ですよね。あこういう時のもなんですけど、あのテレビで見たんですけど、とにかくあのガラスが降ってきて顔面にぶっ刺さるじゃないですか。東京大地震のところですね。そうそう、あそこでもうあまりにも嫌な気分になって、はい、嫌なもん見たってきつい消しちゃったぐらいで、あそこはトラウマになってるのと、OL が顔にガラスが刺さってギャーってギャーギャーって血がブーブー出るじゃないですか。ひどい地震だよね。で、まちゃまちゃが心底嫌そうじゃない。いやいやいや。いやだけど結局ね、そういうのってあって、例えばあのそうじゃなくて、例えば13日の金曜日の一作目でも、はいはい、水の中からバシャーって出てくる、うん、ジェイソンの顔がすごい怖いでしょ。うん、あの奇形児っぽいんですよ、はっきり言って。うん、でそれをそれがねあんまり怖かったんで、その特殊メイクのトムサビーギっていう、うんはいはいはい、本を買ってきて、うん、読んだ見たんですよ、はい、だからメイキングが載ってるんですけど、うん、それに載ってる写真がもう嫌っていう、はいはいはい、メイキングでも嫌だっていう、うんうん、でそれを乗り越えて立派な大人になれたなっていう話がしたかったんですけど、乗り越えなきゃいけないんだ、やっぱ乗り越えるべきですよ。そしたあと今思ってたのはあれだけど、やっぱその映画そのものっていうより、子供の時そんな見に行けないとかいうこともあったんで、自分で好き勝手に、うん、やっぱテレビで見たものとか、あとはねポスターチラシがやばくて、やっぱサスペリア2のポスターとか死ぬほど怖かったし、うんうんはい、あとその頃だからやっぱこの間も話したんですけど、ナチ映画のポスター見た時に、はい、僕の知り合いの林部君っていう人が、林部君、ヒットラーは本当に女を裸にして吊るしてたんだぜって俺に囁いたのでこれはちょっと大変なことだと思って、はい、その後僕がいろいろナチの本とかいっぱい読むようなきっかけになったりとかですね、うん、なんかそういうようなこといろいろあるんじゃないですかね。あとよしきさんと僕がちょっと共通してたさ、その、うん、ナチモノで言うと、昔そのホロコーストのドキュメンタリー映画みたいなのを、はいはい、山ほど僕を親に見せられて、夜と霧とかそういうやつですね、うん、そう山ほど見せられてて、あれ本当にだからすごく死体を見上げて、思い出した思い出した、それで、うん、そうそう、はい、それ前ユタさんに話したと思うんですけど、うんうん、なんか70年代の、うん、僕ね小学生ぐらい70年代半ばぐらいだと思うんですけど、うん、12ちゃんかなんかでね、うん、夜6時7時から7時半か7時半から8時かなんかで、はい、毎週第二次大戦の記録フッテージだけの番組やってましたよね。そんなやってました、ね、そうやってて知ってますよね。でね、うん、毎週ね特集なんですよ、でユンカースの特集とか、うん、からなんかね U ボートの特集とか、うん、まあドイツ寄りなんですよ、うん、割と、うん、でワクワクしながら毎週見てて、うん、挑戦者かっこいいとか言ってたら、うん、最終回アウシュビッツって、ね、でパッでどんなだろうってとりあえずつけたら、もうあれは連合軍なんですけど、はい、トラックじゃない、ショベルカーで、ガーって裸の死体を何千体と処理してるところが、延々テレビで流れて、あ、テレビでやっちゃったんだ。そうそう。で、それから俺、1ヶ月ぐらい、寝て、ギャって叫んで飛び起きる、うん、症状が出て、かなり苛まれた。あれ、トラウマだと思います。あれ、それテレビでやってたのすごいですね。うん、俺、読売ホールのなんかそういう上映みたいなのがあって、それにやたらと生かされてたっていうところで。親に、小学生が。小学生で、はい。うん、もう、だから勉強のためにってことだと思うけど、それはトラウマだよね。でも、あの時はだけど、娯楽がね、いつも待ち望んでますけど、うん、本当に第二次大戦が一番の娯楽なので、うん、千金物的なね、あれはね、全然定番だったんですもんね。確かにね、図書館にいて、学校の図書館に千金物いっぱいありましたもんね。で結構そういうのにね、戦艦のスペックとかしつこく載ってて面白いですよね。そうそうそう、はい、じゃあここらでちょっと、はい、リスナーの方からのトラウマメールを読ませていただきます、はい。貫く棒のごときものさん、20年くらい前の海外映画です、うん、当時しつこくテレビ CM もしていました、うん、主人公と思われる少年が、うん、スプーンで救われてコーンフレークと一緒に今まさに巨人ミクロキッズだよそれああミクロキッズ、ね、ミクロキッズただのミクロキッズ、ね、トラウマじゃないですよ、ね、アイスランクマイチでも幼心に怖くてお父さんに食われそうになるところね、ああはいはいはい、はい、でも巨人に食われるってこういうイメージにするとやっぱすげえ怖いものとして映っちゃ う, っていう、ああでも食うやつニックモラニスだから大して怖くないよねなんか丸いドーナツ型ねクリスなんかやつにミルクが溜まってるところに入ってるね、そう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 、パスが早いですね、はいはいはい、ラジオネーム黒光さん、はい、7年ほど前、確か小5の時でした、うん、僕は風で学校を休んでいて、うん、軽い罪悪感を感じながら午後のロードショーを見ていました、うん、その時見た映画がトラウマです、うん、タイトルは分からないのですが、はい、これすぐ答えられちゃいそうだな、舞台は潜水艦の船内か深海の施設、はい、モンスターが出てくる、はい、深海スーツしか映画ないですね、深海、はい、リバイアさんか、はい、ザ・デプスのどっちかですよ、ね、深海作業用のスーツを着た男性がモンスターに下半身を食いちぎられる、うん、おっさんの片腕が分厚い扉に挟まって身動きが取れず見捨てられる、うん、シュナイダーという登場人物、はい、それはザ・デプス、あーすげー
スライダーをやる俳優はミゲル・フェラーラです。すげー、はい、はい、ロボコップにも出てる、はい、モンスターを倒すための、槍を誤って人間させてしまいそいつが死ぬ、最後は男女2人が脱出、はい、シュナイダーという名前が強烈に印象に残ってます。シュナイダーですね、はい、それはショーン・カニンガム監督のザ・デプスです、ね、おすごい、さすがですね、はい、はいはい、もうちょっといきましょうかね、はい、ラジオネーム、ビッグ・ソリマツさん25歳、はい、ねぜひとも町山さんに題名を教えてほしい映画があります、はい、すごく幼い頃にテレビで見たのですがほとんどの記憶が欠落しています、はい、でも強烈に印象に残っているシーンがあります、はい、とても大きな風呂かプールに、はい、おっぱい丸出しの女性が数十人集まってラジオ放送をするシーンです、はいはいはい、映画の中で 2,3 回出てきたように思います、はい、女性たちの中心人物は40歳くらいの女性だったと思います、はいはい、まだ性に目覚めていない当時の自分にはショッキングすぎるシーンでした、はい、白人の裸の綺麗なお姉さんたちが風呂でラジオ、はい、それはムチムチラジオおっぱい大放送っていう本当ですか？嘘です。ひどい、ひどい、酒入ってる水に、ひどい、みんな本当にあると思ってそれで済んだのに、今日本中が本気にしましたよ。突っ込んでよかった。ムチムチラジオなんで、そのままパッと流れるから、問題があるんですかってね。でもあってもおかしくないかな、まあね、これはよく分かんないプールの中でラジオやるってシチュエーションがまずよく分かんないですね。すごいですねこれね、こんなおかしな映画があるのかググっても分かんない、なんだろう、分かんないですか、すっごい気になるな、この賢者たちが集まっても僕らは何の賢者たちがもっとしてもダメですか。しょうもない、しょうもないでしか出なかった、浦安市テンピュールマキさん48歳男性、私のトラウマ映画は40年以上も前にテレビで放映されたものを見た40年以上前吹き替え版のようです。これは答えがあるじゃないですか。40年以上前、当時の私は10歳前後なのでタイトルはもちろん俳優の名前もどんなストーリーだったのかも覚えていません、はい、それがなぜトラウマなのかといえば、はい、あるシーンのシチュエーションが異常だったからです。どこが異常なのかは今から詳しく書きます。登場人物は愛し合っている2人の男女、うん、便宜上2人のうち、これ便宜上の名前です、ポール、はい、女をリンダとします、はい、あとリンダを好きだった男の人ジョージの3人、はい、ジョージはリンダが自分ではなくポールを愛したことが許せなくて、はい、腹いせに2人を船に乗せ誰も来ない無人島へ置き去りにする、はい、その無人島はイカダや釣り竿を作れるどころか、はい、食料になるような植物が生えておらず当然動物も住んでいません、はい、生き残りたいのならお互いを殺し合って肉を食らうしかないぞ、はい、とジョージやポールとリンダに告げたのでした、はい、そのセリフを聞いた時小さな子供だった私は、うん、愛する人を殺して食べるくらいなら二人で心中すればいいじゃんと考えていたのです、はい、ということですね。それは風と共に去りぬですね。もうひどすぎますよ町山さん。本当に最初でした、疲れてますから、ね、投げてるじゃないですか。適当ですね。全然わんねえな。そんな映画はない。だけでいいですか。夢で見たのかもしれない。あなたの妄想です。そういうね、あなたの妄想かもしれないっていうね、ネジの回転的な方向で見ておいて、白熊からかも分かんないですかね。40年も前って40年前ってね、どんなんじゃない本当にね。町山さんね、テレビでやってるってことですからね、はい、そう、町山さんこのさ期間に、滞在期間にあれでしょ、はい、こういうさ質問されすぎてもううんだりしてる。疲れた。はっきり言って100問以上答えたんじゃないかな。しかもさ、なんか、はい、あのそれエイリアンだろうじゃないけどさ、なんか結構それターミネーターだろう的なね。小人が裸の男がなんか濡れた路上にしゃがんでいるとか。ターミネーターだろ、それだろ。ね、一番本気で真剣にとんでもない質問してきたやついたもんね。なんか白人と黒人のお父さんが、うん、あのおもちゃを子供のクリスマスプレゼントを探して、うん、ね、なんか駆けずり回るって、それジングルオールザウェイって映画なんだけど、うん、白人ってシュワルツェネッガーだよ。お前わかんねえのかよ。いやさ、子供の時だとでもさっきのリック・モラニスとかわかるようにさ、やっぱそういうのあるんじゃないですか。わかんないのかな、はい、うん、じゃあもうちょっとうんざりしてもらいましょう。サリーさん、ワンシーンだけ強烈に覚えていて、むしろ他のストーリーは全く思い出せないんですが、牧場か寂れた村で夫婦がカーボーイみたいな人に囲まれ、カーボーイ、女性のあらわになった背中を碁盤の目のように切り刻むシーンがあり、女性は大丈夫と言いながらじっと耐えているシーンがあり、かなり衝撃を受けました。手がかりは少ないですがよろしくお願いします。これは分かるわけですね。それはたくさんあるよ。それマカロニとかでね、マカロニウエスタンとかで、ね、ああ、ムチでってことなんですかね、この切り刻まれて、分かんない、まあ、気持ちよかったんじゃないですか。気持ちよかったんじゃないですか。投げやりも広がりますね。町山さん あの滞在中の発言の中でも一番ひどい部類に入ってきた。ゴーストリムのがひどかったですよ。ゴーストリムの時の方がひどかった。あ、それはもう放送できないですからね。すいません。とにかくチンコが好きだった話でした。あの
ホモソーシャルを超えたホモセクシャル。今日あの飴ないの？あの飴あるのか、チンコ飴、うん、あの飴、チンコ飴ずっと舐めながらいかにチンコが好きなのかを言ってくれる。町山さんが帰った後にコンバットレックがこれ町山さんが舐めたチンコって狂ってるよね、あれ。やらない、舐めよう、ひどすぎるね。あ、見てたの？後からそのツイッターとかのあれでこんな話してたっての知って、あ、そうなんだ、これはひどいと思って。何かチンチンの話好きですよね。小島恵子さんにチンコついてたら舐めるとかそういう話で。あ、それない？あの、ちょないって聞かれても困りますよ。真顔で言う。情熱大陸見てたんですね、ちょうどね。そう、はい。そう、それは覚えてんだ。いや、もうやめましょうよ、それ。嫌な話になりますからね、こっからね。一晩中チンコの話しかしてなかったんですけどね。じゃあ、もう、はい、多分これ。今日はそれぐらいひどいです。まだ、まだ言います、答えますよ。リスナーの、ただもう、笑おうもつかむ思いでね。町山、町山さんを信頼して聞いてきてますから。そこで風と共にされるんじゃねえのってひどくないですか、ひどいですよ。ラジオネームホッシーさん、はい、お、なんだ、どこから貼ってる、貼ってる、貼ってます。あ、じゃあ電話かかってんじゃないそれ。あ、大丈夫ですか、はい、大丈夫ですか、はい、はい、いきますよ。私が気になっているトラウマ映画は、はい、オープニングで強盗数名が押し入ってきて家の中にいた女性数名をレイプするというものです。それいっぱいあるよ、それ。中でもトラウマなのは女性の中におばあちゃんもいたのですが、そのおばあちゃんまでレイプする野獣ぶりに吐き気を覚えた記憶があります。オープニングでね、その暴漢が白昼の暴漢がですね、それ多分白昼の暴漢、レイラブロックだっけ、うん、老婆じゃないけどおばさんですよね。レイラブロック主演だよね、確か。イタリア映画ですね、それね。ああ、すごいですね、はい、白昼の暴漢は1の方ですね、うん、2の方は方、ちなみに別のちょっとハウリンがすごいですが、前が近いんじゃないですか、はい、はいはい、2の方はあれだよね、ウェス・クレイヴン監督の、そうですね、先月の美学、先月の美学が2なんだ、そう、1の方なんですよ、それ。なるほど。それは木曜洋画劇場で放送したレイ・ラブロック主演の白昼の暴行魔だと思います。お、星さん、はい、あ、まともなの来た、はい、はい、まともなの来ました。全部風のとともにされるので終わらせたらどうしようか。、はい、じゃあもうちょいいきますかね。メールでいただきました、はい、80年代にテレ東で見た古い邦画、はい、大映のような気がするんですが、はい、冷めた感じの父と子が夕日の差す食卓にいる。父親が皿の上のまんじゅうをパクついて食い終わってから、小学生の息子が一言、それ猫いらずだよ。台所で吐き続ける父親、はい、もう一度見たいですが、何という作品でしょうか。それは大映じゃないんじゃないかな、それ真少年じゃないかなと思うんだけど。真少年、森村誠一原作で、少年がなんかもう家族とかバンバン殺し続ける、まあ、悪い趣旨系のやつがあって、はいはい、それじゃないのかなと思いますが、はい、なるほど、はい、魔少年は土曜ワイド劇場で昔やった気がしますが、なるほど、はい、これ魔少年じゃないかなと思いますが、はい、いいですね、はい、いいですか、どんどん行って、はい、どうぞ、もう最後のマラソンですからね、はい、町田市丸玉さん、はい、ああ人間で嫌だとひしひしって感じてしまうラストなんです、はい、戦争の映画で小さな村のような場所に民間兵士のような捕らえられた兵士が重しがなくなると爆発する仕掛けの地雷の上に寝かされ、他の兵士は逃げてしまいます。兵士はどうにかして逃げようとするものの、近くに何もなくなす術がありません。そこへスクープが欲しくてたまらなそうなカメラマンとアンカーマンが、それノーマンズランドじゃないの、ノーマンズランド、結構最近、最近のユーゴサイドかなんかの、はいはい、カメラマンは行ってみようと誘うものをアンカーマンじゃないですよ、アンカーマンは小さな村をチラリと見ただけで、こんな村にスクープはないわよとそこを離れていってしまう、そんな最後でした。それノーマンズランド、いつ見たって書いてあるんですかそれ。いや、長年って書いてあるから、うん、いつと書いてないですね。それ多分ユーゴサイドかなんかの映画ですね、うん、あれありましたね、地雷の上に乗っかっちゃって、はい、その動くと爆発しちゃうっていう、うん、結構割と最近の映画で、うん、はい、はいはい、ちょろい、ちょろい質問ですよ。やめてくれ、やめてくれないよ。ちなみに、ノーマンズランドってタイトルだったかどうかは覚えてないや。でも、そういう映画ですよ。そういうユーゴスラビアからの映画ですね。はい、どんどんさ、はい、これさ、送ってくる方が嫌だよね。ちょろい質問です。難しいなって一言言うし。なんか、胸が触るつもりだもんね。難しい映画だとさ、妄想だそんな映画ないよ、ないよ、ない。どんどんさん、私のトラウマ映画は全く中身がわからないんですが、幼い頃夕方あたりに見た方が、音楽もかかってなく浜辺に男の人たちがたくさん群がってて何かしてるんだけど思い出せない。でも顔のアップとか大きく開けた口のアップとか、とにかく絵が怖くて、なんだこれはって衝撃でした。画面も白黒かカラーかも面白い。データなさすぎるよこれ。これはぼんやりしすぎでしょ。何がトラウマなのかも分からない。誰がなさすぎたのそれ。女の男が、でも下手すればこれ実は男の人がたくさんっていうのは、男がふんどしの男が2人で、戦国自衛隊かもしれない。これ戦国自衛隊だよ。戦国自衛隊、白い羽に光るサンドウサウンっていう主題歌じゃなかったですか。みんなで男たちがたくさんいて怒鳴り合って、
カラーですね、カラー。カラー、カラー、カラー。戦国自衛隊の名前。勝手にその戦国自衛隊。戦国自衛隊。多分一番怖い男の名前は渡瀬恒彦です。でもやっぱ渡瀬恒彦は怖いでしょ。渡瀬恒彦の怒鳴り声だけで震え上がるでしょ、やっぱ。怖いよ。本物だよね。敏夫さん、内容は、世にも奇妙な物語のような数話の話が一つになったものの一話でした。オムニバスの一話、その話は棺桶に入れられて土に埋められた主人公が我々に事のいきさつを説明するといった内容だったような気がします。主人公だった、主人公のような青年がどうにかなって何回か死ねる体質になります。確か何回死ねるか回数が決まっていたと思います。主人公はその体質を利用して死ぬ行動を人に見せてお金を取っていました。その死んでお金を儲けていったエピソードをうんたらうんたらと語り、今主人公がいる状況もその一つということを知らされます。しかし主人公はあることに気がつきます。数えてみたら死ねる回数分前回の死で消化してしまっていると、主人公が叫びながらカメラが引いていって物語は終了します。これを見た後母に泣きついてしまったことを鮮明に覚えていますという。20年ほど前、幼稚園から帰った時に昼3時にテレビで流れるマイナー映画を、見ることを日課としていましたという。だから映画は映画なんだと思うんですけどね。それは何回も死ねる男の大冒険大冒険って映画じゃない可能性もあります。映画じゃない可能性もありますよね。なんかね、うん、そういうあのドラマとかドラマっていうか、はい、そのテレフィーチャー的な当たり光とかそういう系の、うん、なんか、かもしれないし、もう町山さんがね、あの氷結を手にねヘラヘラ笑ってるだけだよ。そういうのなんかスペシャルだったら分かんない。僕もポールニューマンの映画でね違う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 何回も死ねるっていうのはちょっと面白く気になりますよね。ちょっと、うん、どういうんですかね。あの俺も変えない、死ぬっていうだけの女なんじゃないの、なんかそれはエロ話ですよ。ただの大丈夫なんですか。本当に知らないですよそれね。あのひどくなり方の距離感がね読めない。ものすごい今ピョーンって飛んだ。拾いづらいですよ。行きましょう。次は他にも松山さんあれですか、あのこれが最後の仕事ですか、ね、これ最後にもうあとアメリカ帰るだけなんですよ。ああじゃあもう解放感に満ちされて終わったまだって終わってないんだ。打ち上げ行くんだ。あと5分あと5分じゃあいきますよ、はい、国分寺市の文治の雄二さん、町山さん、新宿中央公園の花見行きました。ああどうも、うん、ありがとうございます。さて僕の名前がわからない、はい、トラウマ映画ですが、はい、日曜洋画劇場か何かで子供の頃に見ました、はい、女の人が飛行機事故か何かが原因で森の中で一人でサバイバル、ジャングルでサバイバルする映画です。あ、はい、この映画で何がトラウマって、女の人は奇跡の歌じゃないですかそれ。どうだろう、あの最後は助かるのですが、はい、背中一面に何とかありの卵がサバイバル、はい、奇跡の歌です。はい、奇跡の歌、これ実話なんですよ。ほう、これアマゾンかなんかのジャングルに落ちて飛行機が、うんうん、で女の子が一人だけ生き残って、うん、それ脱出したっていう話なんですよ、はいはいはい、で奇跡の歌って言うとなんかこう歌って知って書いて歌って思うんですけど、はいはいはい、なんか美談な感じ、はい、そうですね、こんなんじゃないんですよこの映画は、うん、結構ハードなサバイバル。これがまずね、なんていうの、すごい土壌が出てくるんですよ、で土壌がヒルじゃなくて土壌がヒル、土壌だと違いますよ、土壌が土壌が、そう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 、人食い生で、そう、体の中入ってくるんですよ。え、肉を食い破って体の中に。スクワームみたいに。そう、寄生虫チックな感じでこう、ギャーって、なんかこう、ズルズルって引き出す、ズル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 ってシーンがある。で、皮膚の下を通ってるのが見えたりするの。奇跡の歌ですよ。そういう奇跡が。この背中の卵をなんかナイフで取る場面がすごい。そう、体の中にいろんなものを、もう、産みつけられちゃう。産みつけられて、それがもうまた卵が背中の中で帰ったりとか、奇跡の歌ですよ。それが奇跡の歌。はい。判明すると繰り返される。しょうがないよ、ね、やらなかったみたいな。はい、町山さん喜んでください、はいはい、解放です。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でございました。6割ぐらい当たりました、はい。そんな、町山さんからのちょっとプレゼント込みでね、最後に大事なお知らせがございます、はい。現在発売中の町山智久さんの単行本トラウマ映画館を、今手に入りづらくなっているということもありまして、はい、うん、番組お聞きのリスナーの方3名にプレゼントいたします、はい、ということですね。じゃあ今手元にありますか。そう、あるのかな、これ3冊あれば、あれば3、3、4、もうみんなで落書きしますから、いっぱい落書き、ここにいるメンバー全員寄せ書き、いい、ね、落書き、はい、トラウマになるような落書きをして、はい、あの便所の落書きみたいなものが当然、当然チンポのやつとかそういうのがあるから、はい、1本ずつ書こうよ、チンコ、うん、はい、全然めちゃくちゃにしますからヨシキさんがものすごい死んだ目になってます。俺までそういうのを一緒に知らせるなって感じ。誰だろうって顔してますけど。はい、ということで3名の方にプレゼントいたしますので、欲しいという方は住所
氏名、年齢、はい、電話番号と、番組の感想を書いて歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp までメールを送ってください。締め切りは明日日曜日いっぱいまでとなっておりますので、ということです。どしどし送ってください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。あ、まだちょっと時間あるからちょっと解放って言ったけど、もう一発ぐらいいきますか、はいはい、ね、せっかくなかなかない機会ですから、いっぱいありますよ、はい、藤沢市、はい、ブライさん、はい、東方42歳、確か TBS の放送、はい、放映だったと思いますが、タイトルが思い出せない映画があります、はい、確か高圧電線か何かが切れて地面に垂れ下がり、あ、もう分かりました、スクワームスクワームスクワームミミズが出る前に分かった、スクワーム、素晴らしいですよ、素晴らしい、スクワーム、はい、超イントロドンですから、ね、その近くにいたミミズか何かっていう、はい、すごいですよ、イントロドン、本当当たった時嬉しそうですよねもう超高圧電線で、高圧電線もビンときましたよ高圧ぐらいでもうもうスカーンスカーン、じゃあこれも一発ですよね、はい、メールでいただきました、はい、25、6年前、小学生の頃、日曜の昼下がりの時間にテレビ放映されていた、はい、人々がアリの大群に襲われ操られるといった内容でした、はい、はい、それ巨大アリの帝国です、はい、さっきから言ってるね、はい、SF 巨大アリの帝国、ソウルバスのね、いや違う別の映画です、SF 巨大アリの帝国ってバート・アイ・ゴードン監督で、本当にでっかいアリが出てきて、人を見張る、でもね、人の内側に入り込み、小さい手のひらに巣穴のようなものを開け、そっちはフェイズ4ですよ、そっちは内側に入り込み、戦慄昆虫パニックです、中から湯の中に動かすというもので、これが私のトラウマになりました、はい、あ、はいはいはい、そっちは戦慄昆虫パニック、はい、ということでございます、はい、終了、これは本当に終了、はい、あ、もう一個ありました、まだ、いっちゃんさん、寺尾明が出演していた放射能汚染の映画です、あ、そんなのだって、もうこれ、はいはいはい、それ黒沢夢ですね、黒沢明の夢じゃねえかそれ、赤富士ですね、しかもさ、放射能汚染の映画って放射能そこだけじゃないですよ、ね、今アウトですよ、それ怒りや長介が出てきたとかそういう話ですかそれ、タイムリーな映画ですよ、タイムリーすぎますよ、最後の最後に、はい、まあいいじゃないですか、はい、こういうのもね、はい、含めて、はいはい、ということで、はい、お疲れ様でございました、お疲れ様でした、怪獣の皆さん、あと40秒ぐらいありますから、なんか告知がある人とかいないの、僕は何もないですよ、明日も袋行く、あ、僕も、あ、そうです、宇多摩さんも行くんですか、宇多摩さんも行けるようになりましたんで、隣うちの嫁なんでよろしく、はい、僕はもっと前の席で見るんで、コンバットレックさんにはですね、今後宇多丸よシリーズ最新作として、うん、愛妻家特集っていう、あ、まあ、つまりない、宇多丸よ、お前はまだ本当の結婚を知らない愛妻家じゃないかもしれない、これ町山さんもいかがですか、これは、いや、いいですね、宇多丸よシリーズ、まあ、吉さんもぜひともね、やっぱ同じ目吉田子はどうなってんだよ、吉田子は結婚してないもんね、だからお前のなんか男女関係とかどうなってんの普通ですよ、松山さん